麻婆豆腐を片焼きそばにぶっかけたら思わず息を飲む美味しさ、フリースタイル片焼きそば。ラーメンは醤油、味噌、塩、豚骨、担々麺などなど、その味には無限のバリエーションがあるというのに、パリッと油で揚げた麺が美味しい片焼きそばは中華風あんかけ以外の選択肢がほぼないような気がする。もっといろんなタレをかけて食べてもうまそうなのに。そこで初めて見たのがフリースタイル片焼きそばという企画。市販の片焼きそばの麺にいろいろなタレをぶっかけ、片焼きそばの新境地の開拓を試みます。これまでミートソース、レトルト牛丼、バターチキンカレー、シュクメルリ、金のビーフシチューなどを試してきましたが、やはり試せば試すほど片焼きそばに可能性を感じます。いずれも既製品をかけるだけなので調理も簡単でしたし、前回の金のビーフシチューなんかは完全に洋風片焼きそばとして完成していた感がありました。これはもっといろいろなものをかけてみないと。第6回となる今回はレトルトの麻婆豆腐を片焼きそばにかけてみることにしました。本来の片焼きそばと同じく中華系でとろみがある麻婆豆腐、これはちょっと手堅く置きに行った感もあるんですが、でもよく考えると仙台のご当地グルメに麻婆焼きそばなんてものはあっても、麻婆片焼きそばは聞いたことがありません。相性がいいんだったらすでに中華料理屋で出してる店がたくさんあってもおかしくないでしょうし、これは試してみないとわからんな。とりあえず食器に片焼きそばをセットし、温めた麻婆豆腐をぶっかけてみましょう。レトルトパウチを開けてぶっかけてみると、片焼きそばの上にゴロゴロと転がり落ちてくる豆腐の山、一人前の麻婆豆腐だったのですが、すっかり麺が覆い隠されてしまいました。すごいボリューム感。これはちょっと食べにくいかもなぁ、と思いながらも箸を入れてみましたが、意外や意外、麻婆のとろみが麺にしっかり浸透し、簡単にほぐれる状態になっていました。それでいて麺には適度にパリパリ食感が残り、そこに豆腐のふわっとした食感が紛れてくるのも面白い。麺と豆腐は一体になっているというほど抜群の相性じゃない気はするけど、豆腐の量が多いもんだからしつこいほどに麺に絡んできて、強引に一つの料理としてまとまっている感じがすごい。豆腐はとんでもないコミュ力の持ち主だな。味の方も全然あり、普通にうまいですね。麻婆豆腐のまろやかさも辛さも全て片焼きそばが受け止めてくれています。豆腐がコミュ力お化けなら、片焼きそばは何でも受け入れる寛容な男といったところでしょうか。今回は辛口の麻婆豆腐を使ってみましたが、おそらく片焼きそばにかけるなら甘口の方が合いそう。ご飯と一緒に食べるとご飯そのものの甘さが激辛麻婆豆腐の逃げ道になってくれますが、片焼きそばだと辛さと真っ向勝負するような感覚がありました。それこそ丸宮の麻婆豆腐の素で作る甘口麻婆豆腐ならドンピシャかも。まだまだ無限の可能性を秘めていそうな片焼きそば、今後はもうちょっと無茶なものを試してみようかな。